皆さんこんにちは、14時になりましたので、座談会食文化の伝統と創造を始めさせていただきたいと思います。私アートフォーラム館長の平井と申します。よろしくお願いいたします。まずは本日ですね、ご登壇いただきました、方々をご紹介させていただきます。壇上に向かいまして、真ん中の机、壇上に向かって左側に、本日お越しいただいておりますのは、本展覧会和食展の全体監修者で、かつ現在藤の国環境史ミュージアムの館長を、務めていらっしゃいます佐藤洋一郎先生になります。でそのお隣が、鶴岡食文化創造都市推進協議会の、そのお隣がですね、デガム鶴岡ツーリズムビューローの、中野律さんになります。で壇上に向かって、左の、机の、左手に、いらっしゃるのが、山形大学名誉教授の平良聡先生です。よろしくお願いします。そのお隣が行動会社スターナル代表の小野真奈美さんです。お願いします。よろしくお願いします。そして壇上向かって右手の机の、左側の方が、山形大学の和学教授の江頭博明先生です。最後、そのお隣が、鶴岡食文化創造都市推進協議会、田原屋敦子さんになります。本日は座談会ということで、約2時間時間を設けております。座談会なんですけれども、事前にですね、平先生に私に舵を取らせてくれと申し出がございましたので、座談会の方はですね、平先生にマイクをお渡しして進めさせていただきたいと思います。皆さん最後までどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。もうちょっとレベル上がります。マイクのレベルもちょっと上がります。今来られた方もおられますので、ちょっと着席するまでそんな上に行かなくても、はい、ぜひ報道か、はい、報道かなんて言ったらこれぐらいになりますね。皆さん改めましてこんにちは、よろしくお願いします。今平井館長の方からご紹介がありましたけど、今日は座談会ということにしておりまして、皆さんの、聞いてもらう皆さんの顔を拝見すると、まあ一緒にいろいろ語り合うというような感じがいいのかなというふうに思いますので、途中でも何か、ご質問とかご意見がありましたら、密かに手を挙げていただいたら僕が、認知できると思いますので、参加型で、できればお願いしたいと思います。今日は大人数で、もしかすると皆さん初めて、話を聞くんだという人もおられるかもしれませんので、1時間半ぐらいの時間を3つのパートに分けて、現在、過去、未来でいきたいというふうに思います。昔渡辺真知子さんという有名な歌手の人が、歌ってた歌の現在過去未来ですね。うなずかれた人は年代がそうだったという、ことでありまして、全然わからない、顔をしておられる人もいるわけでありますが、まあ、それはそれとして、で最初に、自己紹介的なことをちょっと、ま、含めてもらって、現在どういうことをどこでどういうことを熱心にされているかというようなことを皆さんに話してもらうクールからまず行きたいと
思います。誰からいきますか。あつこさんからいきましょう。お願いします。話し始めたら止まらないタイプの人も含まれているわけですが、だいたい5分ぐらい経つとみんな聞き飽きるので、5分ぐらいを目処に、まとめて、また追加の時はまた追加で喋ってもらうという感じでお願いできればと思います。お願いします。はい、座ったまま。はい、皆さんこんにちは。私は、鶴岡食文化創造都市協議会事業推進員の川内あつこと申します。食文化創造都市は今年で10周年を迎えるんですが、私は今協議会が5年目となります。最初の1年目と2年目で、鶴岡おうち御膳改訂版を、に携わりました。で、昨年度からは、鶴岡在来作物の、需要創出事業ということで、鶴岡に今専門の岩沢先生いらっしゃるんですが、60種類ほど在来作物がございまして、生産者さん その後継者が亡くなってしまいそうな品目とかバラジャ豆とか、そういった商業化に乗ってないレベルの品目の需要創出ということで、昨年は厚見地域にある皆さんご存知かどうかなんですが、四字葉きゅうりというのと早稲田売りについてやりました。で、今年度は殿島きゅうりということで、マッチング事業というか皆さんに知ってもらって、やるということと、あとそういった他の、品目の少ない生産者さんで、実は横のつながりが少ないって言われてるんですけども、そういった方たちの横のつながりを作るべくして、来週なんですけども、ここで在来作物生産者交流会というのをしまして、みんなで課題を出し合って詰めていこうということをやっております。はい、どうもありがとうございます。鶴岡おうち御膳という有名なベストセラーがあるんですけど、それを改訂したのは去年、一昨年、令和4年に改訂されたんですけど、皆さんお持ちですよね。熟読されていますか。役に立っているという方おられます。あ、はい、ありがとうございます。はい、若干の桜的な人が含まれていましたけど、よかったです。改訂版には江頭さんも文章を加えたりして、江頭エッセイも載ってるんですけど、読んでいただけました。エッセイじゃないか、解説ですね。それでは次は、超有名な男はちょっと後回しにして、気になっていると思いますから、じゃあ、リツさん、次にお願いします。現在、リツさんの現在、はい、短めにね。はい、皆さん、こんにちは。私は、ユネスコ、今10周年ですけども、ユネスコの認定前にから、食文化創造都市推進協議会の方で、ユネスコ関係の仕事をさせていただきまして、で令和2年度までその時に鶴岡フードガイドさんっていう、鶴岡の食文化食材を美味しいとか、そういうものだけじゃ語りきれないものを伝えるガイドさんっていうものを作りまして、一緒に今年10周年を迎えるようになりました。で、私令和、2年度から今の鶴岡鶴岡ツーリズムビューローに所属してまして、ガイドさんと同じ一緒に旅行の商品を企画しています。現在は食べ物語という旅行商品をメインに発売してまして、鶴岡の食文化を旅しながら、ガイドさんのストーリーを聞いて、生産者であったり料理人であったり、そういう人たちが主人公になって、で鶴岡の生きた方が鶴岡の食文化を理解していただくようにということ で、また来た人が鶴岡の話を自分のところで話して聞けるようにっていう、ちょっと旅行仕立てにしてまして、そちらの方をメインに今フードガイドさんと一緒に頑張っているところです。はい、ありがとうございます。この、
リスさんの今いる会社は駅前にあるんですよね。前のフーデバーの2階にあります観光案内所もうちのあのデガブ鶴岡ツーリズムビューローが運営している場所です。これはあのフーデバーの2階、はい、これは一般の人が何か行ったらパンフレットがもらえたりとか何か話が聞けたりとかっていうそういう対応もやってるんですか。そうですね、あの観光客とかメインの方が案内所で住むような形にはなるんですけども、もっと深く相談したいとか、まあ、もっとパンフレットを欲しいっていう部数の多い方は2階まで上がっていただいてという形になります。そうだそうです、僕も知りませんでした。今度からちょっと行ってみたいと思います。それではあの一応これレディーファーストで進んでいくつもりなので、はい、まなみさんお願いします。はい、最も正体不明な合同会社マターナルの代表をしております小野と申します。よろしくお願いします。私の会社はですね、現在やっておりますのが多分皆さん聞いていたら嬉しいなって聞いたことあるっていう方いたらちょっと手を挙げていただきたいんですが、私の会社ではサスティナ鶴岡という食育団体の運営をしておりまして、まあ、食育事業を行ったり、あと海洋系事業で海と日本プロジェクト in 山形という、はい、そういったものの、自分運営を行ったり、あとはガストロノミーツーリズムとか、あとレストランの新規立ち上げのためのコンセプト設計とか、そういった料理関係の、コーディネート事業をやっている会社が私の会社でございます。で今日この場にお招きいただきましたのが、実は私もあの田原屋さんと中野さんと同じく鶴岡食文化創造都市推進協議会というところで7年ほどこの鶴岡市の食文化事業に携わらせていただきまして、今から3年ほど前に、独立起業して現在の会社に至っているとなっております。でちなみに出身が私鶴岡市ではなく最上郡亀山町でございまして、鶴岡市にご縁をいただいたのがちょうど今から15年ほど前ということで、多分この中で最も鶴岡の食文化に疎い人が今お話をさせていただいていると思って聞いていただければと思います。あ、そうですねもっと疎い方がいらっしゃいました、はい、ということでよろしくお願いいたします。はい、あの鶴岡には疎いかもしれないけど、あの世界に詳しいですからね、はい、マターナルというのはちょっと聞いたことがない単語かなと思いますけど、母性のとか母親のとかっていう形容詞ですよね。はい、そうです、母性のという意味ですというような感じで、そういうふうに名付けたというところでこう姿勢が十分反映されているのかなというふうに思います。まあ、鶴岡の食文化都市鶴岡の創造都市鶴岡のおかげで起業したという、はいはい、そういう一つの成功例になってほしいと思っています。それでは与一郎さんお願いできますか。はい、皆さんはじめまして、鶴岡の食文化に最も疎い佐藤と言います。まあ、多分この中で私一番年長だと思うので、何やってきたか喋り出したら大変なことになると思うので、もうはしょって手短にいきますと、21世紀になった時にすぐ京都にある環境問題の研究所に行きました。でそこで環境問題として農業と環境の関係みたいな、そんなことを調べてたんですけども、その後いろんな大学を転々としたり、ほとんどもう放浪の旅なんですが、2015年頃に東京の研究機関に行って、そうこうしているうちに京都の府立大学っていう大学があってですね、そこが和食文化の学校を作ると言い出して、でなんで私のところに声がかかったのか知らないんですけども、とにかくそういうのを作るから出てこいと言われて京都に戻りました。で京都にいる間にその学科を作って、でこれすごく楽しくて、学生と一緒にフィールドワークしながらものすごく充実してたんですけども、
その間に京都府が和食文化学会っていう学会を作れと言い出したので、そんなものも作りました。で、まあ、あのいつの間にかその和食の人間になってしまったんですけれども、実は昔から食べることにはすごく関心があって、それであのそもそも食べるってどういうことなんだろうかというようなことが目下一番興味のあるところです。もう一つはあの和食がユネスコ の, あの無形文化遺産になった時に、私すごく嫌だったのは一汁三菜とかね、あれ嫌いなんですよ。その一汁三菜の先頭和食とは言わんのかみたいな、そういうあの悪態をついていたら、この間平凡社の編集者が来て、そしたらあんたの考える和食とは何かと言われたので、いやもっといろ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 な和食、そうで本の名前はねいろいろな和食にしたかったんですけども、本屋からそんなの売れませんと言われて、それでちょっと真面目なあの和食の文化史なんていう名前にしたりしておりました。で3年ぐらい前にあのもう立大学やめたらもうあとは好きなことして遊んで暮らそうと思っていたら、あのついこの間静岡県知事を辞めてしまった川勝平太教授さんが、あんた暇やろうと、あの静岡に富士の国地球環境史ミュージアムってミュージアムあるから、そこに出てきて仕事をせえと、でついでにあの食べることが好きらしいから静岡県のガストロノミートゥーリズムも手伝えと言われて、それで今はあの静岡にいると、そんなような、はい、放浪の旅でございます。はい、ということでございまして、雄一郎さんは、江頭さんと僕との、関係がですね、大学の先輩でもありますので、はい、頭が上がらないわけですね。で、あの言うことは何でも聞きますと言った覚えはないけども、おそらく与一郎さんは僕たちは何でも言うことを聞くだろうと思っていると思われますが、そういう良好な関係で成り立っております。江頭さんお願いします。あの江頭です。いつも皆さんにお世話になっております。あの先ほどあの先輩の話が出ましたけど、まさに与一郎さん私の大学の研究室の遠い先輩にあたるのです。あの遺伝育種学の研究室の先輩です。私も昔はあのここに庄内に来てからも10年ぐらいはですね、トマトの品種改良の研究をしてあのバイテクをやっていたんです。それがどういうわけだかですね、あの蔵替え島に看板を掛け替えまして、在来作物に興味を持って今に至っているんですけれども、私の興味関心はやっぱり食べることが子どもの頃からずっと好きだったので、まあ、本当にあのこの食べることも含めてですね、あの一応まあ研究の範囲もいろいろあの広がってしまいまして、で、まあ、一言で言うと人と植物との関係を調べているっていうか、人がどのようにしてですね植物をその地の利を生かして、利用してきたかというその知恵の発揮しの仕方とかしどころとかそういうのをですねあの発見したり、見たり聞いたりするとですね、私はなんか興奮状態に陥る収益がありまして、あの、まあ、その中で、まあ、食文化っていうのもですねいろんな知恵が見えてきたりするんですけども、あの2022年に、この笹巻の、報告書を作りました。で、これもですね笹巻はあの庄内の人たちのもう本当に優れた知恵があの含まれて、いる食べ物で、まさにその、無形文化財になって、よかったなと思っている一つです。あのもちろん在来作物個々の在来作物やですねそれを栽培する方法の一つである焼き畑だとかですね、庄内にはいろんな魅力にあふれたあの人と植物の関わりがあって、私はすごく幸せな日々を送っているという次第です。はい、はい、そういう感じであの興奮状態の江頭さんを一番近くで見てきたのは僕でないかと思いますけど、今日もそういう興奮状態に陥るような、座談会ができるといいかなと思います。
まあ、最後はまあ私ということなんでしょうけど、3月末に、山形大学を無事卒業しまして、4月から、年金生活者として、過ごしております。まあ、肩書きは名誉教授という肩書きをいただきましたけど、毎日が日曜日になるその喜びをかみしめようと思っていたら、なんか曜日感覚がなくなっただけで大して変わっていない、まだ変わっていない感じが、します。今日みたいなこういう楽しいことを企画して、で半ば行き当たりばったりでやるのはとってもいいんですけど、そうでない仕事が、入ってきたりしておりまして、まあ、もうちょっと具体的に言うと、とある出版社がフルーツの百科事典という600ページぐらいある本を新しく作りたいから企画編集を手伝ってくれというような話があって、今それに苦しめられています。なんだか知らないけど来週中ぐらいにサンプル原稿を作らないといけなくなってしまって、座談会どころじゃないんですね本当は。そんなことを発表してどうするんだということなんですけど、そういう毎日を送っております。今日は会場の皆さんも合わせて、少し刺激的な話も、含めて何か印象に残る座談会ができればなと思っています。よろしくお願いします。以上で現在が終わりまして、過去に行きたいと思います。今日の、座談会のテーマは食文化の伝統と創造という偉そうな題をつけてみました。食文化っていうのは、よく言われるのは伝統的なその食文化を守りましょうというようなことは、繰り返しこう言われるんですが、もう一つその創造という未来のことが大切でないかなと。このら 2つは両輪でありまして、伝統を守りながら未来の食文化を作っていく、創造していくということも考えないといけないという、そういう、意味合いを込めて、テーマをつけてみました。まあ、伝統が過去だとすれば、創造が未来であるというふうに理解していただいて、これからその伝統の話と過去である過去というふうに一応名付けた伝統の話と未来というふうに捉えた創造の話を、少し交通整理しながらしていければと思います。まずその伝統についてなんですけど、鶴岡は食文化創造都市にもなっておりますので、伝統的な食文化もあるということも、まあ、ユネスコは認めてくれたということですが、身近で関わってきた、今日登壇していただいた皆さんがどういうことが一番、まあ、伝統の、文化食文化として印象に残っているのか、まあ、食材も含めてですね、それを紹介してもらえればというふうに思います。また誰から行きますか。今度はまなみさんから行きますか。伝統ということで、先ほどちょっと自己紹介でお話しした通り、最も鶴岡の伝統から遠いところからお話ししますと、まず対比的な部分で、多分外から入ってきた目線で鶴岡を見た時に私がすごく驚いたっていうエピソードをじゃあお話しさせていただいてよろしいでしょうか。もちろんです、はい、これ僕はダメですって言ったらどうするかなと。そしたら一巡してちょっと考えるところだったんですけど、はい、お願いします。はい、15年ほど前に鶴岡にご縁をいただいたということで、15年ほど前私なんと鶴岡に来たきっかけというのが、日本料理店を立ち上げるのでそこで勤めませんかということで鶴岡に初めて参りました。でその当時ですね、鶴岡金山間を実は往復して、毎日通勤時間が往復3時間という職場環境で仕事をしていたんですが、で日本料理店なのでいろんな、食材扱いますし、すごくそこで鶴岡の食文化について学ばせていただいた部分っていうのが大きいなと思っているんですが、その中で一番驚いたのがですね、お魚のカレーありますよね。はい、カレーがですね、大体本当に今ぐらいの時期からよく素焼きだったり
いろんな形で焼き物として日本料理なので提供されるんですが、お客様が地元の方だと今日のカレーは何ですかって聞かれるんですよ。で、今日は柳カレーですとか、今日は水カレーですって答えるとお客様がっかりなさるんですね。で、口細でね、長屋っていうところなんですよ。で、外から来た人とすると口細ってなんだやっていう話で、で、口細だろうが柳カレーだろうが水カレーだろうが、他から来た人にとっては大体サイズの一緒な魚で、その区別すら初めの頃つかなかった私にとってはすごく衝撃で、一お客様である皆さんがカレーなんだやって聞いて口細カレーじゃないとがっかりするっていうのは、本当にこの地域って口が肥えてるんだなって思ったっていうエピソードでございます。はい、はい、これって枝豆、だだちゃ豆も似たようなことって江頭さん感じたことあります？だだちゃ豆はやっぱりその季節季節に出てくる品種系統が違うので、まあ、それぞれに良さがあります。まあ、白山じゃ なかったらなんだやっていう人はいないと思いますね。はい、もう何系統も何ヶ月にもわたって食べる人っていうのをなんか身近に見たりして僕は驚いた思いがあって、まあ似たようなことだなと思って今聞かせていただきました。なるほどね、カレーね。はい、さっきあれ、打ち合わせの打ち合わせっていうか控え室でその話が出た時に、なんかスープカレーとかキーマカレーのことかな勘違いした人がいましたけど、リツさん次の話をお願いします。で、私日本料理屋の時にカレーって 何の話だろうと思って、あとキーマカレー食べながら聞いてたのでそう思いました。過去ということで伝統とかそういうものじゃないんですけど、私旅行に関わってるので、ユネスコ取る時に、まあ、10年前の話ですけども、10年前こういう旅行商品作りたくて体験とかこういうの提供できませんかって地域回った時に、何にもねえし何にもできないっていう言葉がすごく多かったんですよ。で、ユネスコを取ったことをよくどういう評価がされるかっていうことをよく聞かれるんですけども、私は今10年経ってユネスコを取ったのは、私たちがその毎日の何気ない食に気づきをもらったなって思います。素敵な暮らしをしているなっていう、素敵な文化があるんだなっていう、ユネスコの認定から多分人々は変わったと思うんです。ここに今来てる方は鶴岡の食の魅力に魅了されてる方たちだと思うんですね。で、10年も経つとちょっと他の地域でも旅行商品作ってくれないかっていうことでお話をされて、昨年ちょっと、まあ、地域外の旅行商品作ったんですけども、まず最初に役所に行きました。こういう旅行商品を作りたいので誰か紹介してくれませんかって。だから役所の人から出た言葉が、何にもないのにそんな旅行の商品を作る価値なんかないようなところだから、こんな高額な旅行商品作らないでくれって言われたんですね。で、中に入ってた時にやっぱり関わってくる人たちが、値段なんかもらえない、このぐらいでなくてこのぐらいでいいですみたいな、なんか、あ、10年前私が鶴岡で味わったことが他の地域はまだそこに止まってるんだなと感じたのが一つ過去ということです。で、本当に鶴岡はユネスコが認定されていろんなことで人々の気持ちが変わったんじゃないかなということで、私はちょっと旅行に関わってる目線でそういう伝統とはちょっと違うんですけど、人々の心が変わったっていうことを紹介したかったなと思いました。まあ、ユネスコを取ったという表現が出ましたけど、まあ取りに行ったわけではなくて、その創造都市に加盟登録を目指しませんかと、まあ他から来た
お客さんが勧めてくれたことがきっかけだというふうに聞いています。なのでお客さんというか、まあ、必要があって来られた方だと思いますけど、その人が、そういうことにチャレンジしたらどうですかと勧めてくれた、その人にが感じたそのここの食文化をどういうふうに誰が紹介したのか提供したのかというところに多分大切なところがなんかあるのかなというふうに思いますけど、陽一郎さんも何度かここに足を運ばれてるわけですけど、なんかその辺のところでここのその特徴みたいなことをなんか感じられることありますか？はい、まあイントロとして彼、僕もキーマカレーの方を思ったんですよ。でそれはね、アクセントはアクセントの方で、あれはカレー、うん、カレーと言ったらそのキーマになったりカレー種になったりするわけです。だから、まあ、日本語って難しいですよね。アクセントの問題と、それからそういうこうお魚っていうの地方名がいろいろあって、しかも出生語がもうすごく複雑なのが魚ですよね。だからそれはやっぱりカレーはカレーとしておきましょう。はい。でもう一つ今の話を聞いててへえと思ったのは、多分平さんは伝統という言葉をきっと100年とかそれぐらいのオーダーで考えられたんだと思うんですね。だから今出てきたお話は15年、はい、10年、これがねジェネレーションギャップの話。僕はもう平さんにそう言われた時からこの話は150年で行こうと、いくつかあります。で一つやっぱりまあ江頭さんに誘ってもらって、ここで集中講義の授業を何回かさせてもらって、でその頃はよく変なこと言いますけど、アルケンチャーノに連れて行ってくれるんやったらしてもいいみたいな、そんな不純なことを言ってたんですけども、将来という土地がすごく面白いと思った理由の一つは、終焉です。出羽三山というのは、終焉というのはきっと、ね、10年15年ちゃうでしょ。これは非常に古い宗教と旅の形ですけれども、日本列島の終焉というのは多分こう旅のスタートなんですよね。今のようにその鉄道があるわけでもない、旗子がある、まあ、旗子っていうかな、宿泊施設があるわけでもない、そういうとこから修験に来た人っていうのは命がけで、そしてこう いろんなところに泊まりながら、そしてこの場合によっては山の中を歩いて山の中の食べ物を食べながら、これは食べられる、これは食べられないという、そういう知を蓄積していきながら、で時にはその精進落としと称してお魚を食べながら、そういうその非常に古い伝統が多分数百年あるわけですよね。これが僕はこの庄内という土地のすごく大きな特徴だろうと思います。江頭さんに連れてもらった峠集落の星野さんね、なんかいい加減なおっさんですけれども、だけどいい加減さの中にこの修験のしなやかさと自然を相手にしているという、そういう知恵がこうぎっしり詰まっているような気がしたんです。そういう観点で見ると僕もう一つ面白いと思っているのが熊野で、熊野古道の熊野のあたりに行きますと、この魚の慣れた慣れ寿司みたいなものがあるんですよ。で、アユであったりサンマであったりサバであったり、そういうものの慣れ寿司の文化があって、でこれ今にも伝わっていますけれども、やっぱり修験という厳しい修行、旅というものすごく体力を使う、そういうその作業の中でその高栄養のものをきちん と食べなければならないという、そういうニーズと、それからその地の集積と、それから、まあ、食材が豊かであるという、この辺のところが噛み合って、それでこの庄内という土地の文化ができているんだろうなという、そんな
気がしました、まあ、あと他にも水の問題とかそれからあの日本海という、まあ、独特の気候の問題とかあると思いますけどやっぱりあの僕は最初に庄内にあの来させてもらって感じたのはここはやっぱり修験の町である修験の土地であると、まあ、そういうもののその背景が大きかったんだなと思っていました。あのクレードルという、地域情報誌がありますけど編集長をしている、まあ、公員にしている小林さんなんかもやっぱり庄内の大きな特徴としてはそういう、まあ、精神文化に裏打ちされたような食文化があるだろうということを、おっしゃいます、これでも女性はあんまりそういうふうに感じてないんじゃないかなっていうふうにも思ったりするんですね。それをあのそういうことを強調するのは、僕が今まで聞いた中では大体男性でありました。江頭さんその辺どうですか。なんか どう思います。わからないですね。あの女性の中にも修験やっておられる方いらっしゃるので、まあ、あの必ずしもそうじゃないんじゃないですかね。僕はなんかそういうふうに感じるその性別による差異がもしあるとすればそこも面白い。そこもこう多様性をというかこう奥深さをこう、裏打ちするようなそういうところかな。女性がもうちょっと現実的にあれは美味しい、絶対美味しい、こう作った方が美味しい、だからあの我が家はこれでずっとあの伝統を守っている、まあ、それもやっぱ伝統だと思いますので、そういうところがあるのかなと思って、聞いていました。何の話をしているかというと、そうあのタイムスケールは、それぞれに任せるとして、伝統の話をしているわけです。江頭さん、はい、伝統、ここに来てからでも、まあ、それ前からでもいいですけど、その食文化に関して、何か感じた、そういう伝統に関するお話を少し紹介してください。はい、あのいやまあ焼き畑とかの話もいいんですけども、やっぱり僕一番大きくインパクトを受けたのは、あの黒川能の振る舞い料理かなというふうに思います。まあ、一度だけですね、その黒川能の、あの2月の、あの、何の舞って言うんでしたっけ、あの、扇祭、そうです、扇祭 の当日にですね、あの夕方、あのすごいあの大量のお酒、僕にとってはもう致死量に達するようなあのお酒と、それから振る舞い料理を一度食べさせてもらったことがあるんですけども、そこには焼き豆腐にあの山椒の実となんか煎り酒と何かをこう、合わせたタレで食べたりする料理があったりするんですけども、おそらくこれ500年前室町時代から永遠とあの作られてきた料理なんだろうなとかですね。でそれに使う時々あの口直しに食べるタレがあるんですけども、そのタデもずっとその維持されてるわけですよね。 なかなかこんなあの、なんていうかな、公で管理してるわけじゃなくて民間でずっと永遠とそのつないできた料理と食べ物とお祭りがあるっていうのは本当なんか底知れないあのやっぱり文化の深さをあの庄内に感じたという次第です。あの江頭さんの生まれ故郷の周辺にもでもあるんじゃないですか、いろいろ。そうですね、私は福岡県の北九州市で北九州工業地帯なんですけども、伝統的な料理っていうのは、まあ、あんまりあの塩サバを食べたとか焼いて食べたとかですね、あのそうですね、あんまりないんですよね、そんな古くからの食べ物っていうのはあんまり記憶にないです。なんか伝統的なそういうその食文化があったからこうなったという説明を受けると、ふーん、そうだなと思うけど、なんであったのかと、どうして生まれたんだということを多分考えないといけないだろうと、今あのうつろさんとかの話を聞いてて思って、
それは何なんですかね。ここにやっぱりいろんなそういう食文化につながるような素材がいろいろあったからなのか何なのか。はい、よくそういう話が出てくるんだけども、全く逆のケースもあって、例えば京都、あんな食材のない町ないんです。本当にないわけですよね。まあ京都伝統的な食材といえば、まあ松茸ぐらいのものじゃないかと思うんですけども、本当にものがありません。特にお魚は壊滅的にないわけです。川魚がある程度ですね。だから今でも京都の料理人たちが言うのは、食材がなかったのでもう必死になって集めてきた山のものと海のものを組み合わせてみて、それでこれとこれはベストマッチだというのを、あの人たちは出会い物、出会い物と言って、それが京都の伝統的な食文化になっていくと、ものすごく多いんですよね。でその反対のケースは、私が今いる静岡で寿司屋に行くと、寿司屋の親父がですね、うちは材料がいいから切って出しちゃいいんだよって、お前なんかやめてしまえと思うことがあるんだけれども、やっぱりそれでは食文化にならないところがある。だからそのないはないなり、あるはあるなりに、このそれをうまく組み合わせる、それにそのうまいストーリーをくっつけるというね、この辺のところが僕はあると思うので。はい、はい、はい、どうもありがとうございます。そうですよね、黙ってしまってはいけないんですけど、じゃあ敦子さんにも、関わってきた中で一番その印象に残っているようなことをちょっと紹介してもらえたらと思います。はい、ですね、その伝統郷土食というふうに、私その先ほど申し上げた鶴岡内子禅の改定に携わらせていただいたんですけども、私自身が実は仙台生まれ、幼稚園から高校まで秋田市で、その後大学からずっと、実は鶴岡に35年もいるんですけれども、ただ親が秋田でもなかったし、群馬と岩手と山形のハイブリッドで、じゃあ私のふるさとどこかって言った時に、今は35年住んでるどこよりも長いんですけど、実はその鶴岡に来た時に、私も実は食いしん坊で食にすごい興味があったので、当時農文教科が出ている、今もあるんですけど、山形の食事っていう本があるんですけども、それを買いました。でこう見るんですね。であれはいろいろかなり地域がこう偏ってるんですけども、庄内の食って何だろう、あこういうのがあるんだ。でも結局私の周りに地元の人がいなかったんですね。なので郷土食や伝統食を食べる機会が全くありませんでした。いつからこうなったんだろうと思った時に、子供を産んで、子供は鶴岡生まれです。子供をじゃあ育てましょうっていう時、やっぱり子供にとってはここはふるさとになるんだって思った時に、どうやって郷土食を食べさせよう、私の周りに作る人はいない、地元の方もいらっしゃらなかった。でそういったこともあったんで、まあそれもあったんですけども、今回その内御前の編集に携わって、いろんな方にお家にお話を伺って、ここにしかない地域の行事であったり、やっぱりそのおじいさんおばあさんの料理を食べてきた人が、実はですね、おうち御膳発刊してから電話をいただいたんですね。と今東京の方でも今売れるようにしてるんですけど、おうち御膳を東京に送ってほしい、お母さん自分の母親が今亡くなってしまったけど母親の作った料理をどうしても食べたい、でどうしてもそれを食べたいからそれを送ってくれって言って、で送った後にやっぱりこういうのがあったから自分はその母親の料理を再現できて、もう涙が出るほど嬉しかったってお電話をいただいたことがあったんですね。でやっぱりその伝統食とかその郷土食っていうのは、その育った人の中にあるそのふるさとの味としてあるとは思うんですけども、私にはそれがなかったので、その何て言うんでしょう、この形として残して、それをどう子供たちとかに伝えていって、その子たちのふるさとになればいいんだろうかっていうのがいつも思いながら思うようになりました。はい、はい、どうもありがとうございます。まあ僕もアイターン40年なんですけど、長いですよね。
一番ここが、今長くなってるんですけど、まあやっぱりいろんな食材、食文化、郷土料理なんかがあるところに移り住めて幸せですね。まあ東京には何でもあるじゃないかというけど、まあ何でもありすぎるとまたそれも薄れてしまうので、そういうことも感じますし、まあかといって何でもあるからそこにユニークな食文化が生まれるかといったらそうでもないぞという話を今陽一郎さんから紹介してもらって京都の例を挙げてもらいましたけど、となるとやっぱりそこに介在するのは人であるということなんですね。で、なんかその人に関して、思い出す話は、だだちゃ豆の食べ比べ会っていうのを、やってた時期がありまして、私がやってたわけじゃなくて、その道の、非常に、ベテランがそういうことをやってたところに参加させてもらってたことがあるんですけど、江頭さんも一緒だったからよく覚えてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ面白かったですね。みんなでその枝豆を持ち寄るんですけど、まず数系統以上が出てくる、まあ、品種と言ってもいいかもしれませんけど、出てくるということと、あと同じ白山なら白山でも、まあその人の畑によって、あるいは作り方によって、味が違ったりして、でそれを食べ比べてどれがうまいかっていうのを投票で決めるという、なんとも幸せな、本当にウクライナに行ったら怒られそうな会ですけど、そういう会がありまして、でその会になんと酒井忠明さんもご参加になられていたわけです。今の忠久さんの、お父さんですね。で枝豆大好きで、でお酒も大好きで、非常に朗らかに、交流したんですけど、僕が夢中になってその枝豆を食べ比べていたら、ふとなんとなく背後に気配を感じてハッと見ると、中明さんがいて、あ、中明さんってみんな呼んでたんですけど、中明さんがいて、じっと待ってるんですね、順番を。何とも言えない何とも言えない回だなと思って、こういうものがそのだだちゃ豆というここならではの食材でつながっているということが、おそらく、まあ、ここが、日本で最初に食文化創造都市になったこととは無関係でないなというふうに、まあ、皆さんのお話を聞いて思い出した、お話紹介させていただきました。その他何か、まあ、鶴岡の食文化の伝統に関して、ここらで笹巻きの話をちょっと詳しくするやろ。はい、でそのマイクロチューブもできたら2組にして、ちょっと実物も見てもらえながら、それちょっと説明してからないと分からへんと思うんですけど、江頭さんは売店の人でしてね、昔は、今は違うんですけど、だから実験室にああいうマイクロチューブなるものがあるんですね。一応今も DNA 解析をやっています。あ、そうです、そうです。失礼しました。いや、ここにですね、今日来る直前にですね、いや、前回佐藤先生とお話をした時にですね、笹巻きの、鶴岡の笹巻きは中身が黄色くて透明なんですよね。あの色はどこから出てくるのかという話になった時に、佐藤先生はお米がアルカリ反応を起こして黄色くなるんだという話をおっしゃったんですけど、主たるその色着色は笹の葉から出るんですよという話をしたんでした。それで、ここにあるのはですね、全部重曹でアルカリにした水につけたもち米を、笹の葉入りと笹の葉なしで、煮てみました。で色がどういう風になったかっていうのを実際に皆さんに回しますので見ていただきたいんですけども、お米だけのものはですね、薄く
まあ、レモン色っていいますか、若干黄色くなってるんですけども、笹の葉っぱが入ってるものは濃い黄色になっています。というのはお米からもですね、笹の葉からもフラボノイドといって植物が持っているポリフェノールの、一種なんですけども、これが中アルカリで細胞が壊れて中から抽出されてきて着色するものです。で、このポリフェノール、フラボノイド、すごく健康機能性を持っていて、健康にはいいはずだと、いいものがいろいろ入っているんですけども、まあ、その辺は詳しくあんまり喋りすぎると頭が痛くなるかもしれないんですが、もう本当に ありとあらゆる生活習慣病に、いい方向へ寄与する成分になるが入っています。そういうのもあるんですけど、それはそのサンプルの話ですけども、私ですね、2022年に、この省内の全小学校区の、食生活改善推進委員の方700人からアンケートを回答していただきまして、でほぼ網羅的にですね、ほとんどが60歳、70歳代の方だったんですけども、昔のささまきの思い出から現在の作っておられるさまき、出頭さん、ちょっと待ってもらっていいですか。はい。多分ね、みんな回すことに夢中になって、あんまり今の話聞けてへんと思うんですね。分かりました。ちょっと解説に戻りますけど、マイクロチューブのその白い両方に両方にアルカリの重曹ができます。炊いたもち米が入っている。炊いたもち米を重曹水で炊いてます、うん、だから両方ともアルカリ性にはなっている、なっているんですけども、で一方には笹の葉の刻んだやつが入っていて、入っていて、で刻んだ方が黄色くなっている、より黄色くなってますね、はいはい、僕もうつろさんと同じで、黄色くなるのは主にその受賞によるんだろうというふうに思ってたので、ちょっとびっくりしたんですけど、皆さんご存知でした？皆さん黄色派ですか？笹の笹巻きは黄色派、はい、ありがとうございます。白派の人います？あ、赤根がいますね。はい、いや、自由です。はい、自由です。でその黄色か白かとかっていうのも含めて、ガシラさんが、鶴岡市と一緒に鶴岡市から委託を受けて、省内一円の笹巻きを調べました、はい、それはそのユネスコの食文化創造都市に関わって、地元の特徴のある食文化の一つとして笹巻きを取り上げて、もっと詳しく調べましょうというプロジェクト。そうですね、ワンクッション途中にあるんですけど、省内の菓子、俵屋さんも詳しいかもしれませんけど、鶴岡伝統菓子伝承事業っていうのが ありまして、その中にひな菓子だとか、こういう笹巻きだとか、とちもちというような、ものをもっと詳しく調べましょうというプロジェクトがあって、その中で私が笹巻きを担当させていただいたという次第です。ということで大体回って皆さん確認して心が落ち着いたと思いますので、改めて、はい、分かりました。で、省内の全小学校区、旧小学校区で全部なんですけど、700人からアンケートを取りまして、いつ食べるのかとかですね、その重曹とか木灰のアクを入れるのか入れないのかで、調査しました。いろいろな分布の違いがですね、北省内と南省内で分かれて、で出てきたのが非常に面白かったんですけども、ちょうど最上川のやや南側のところに境界があってですね、で、南省内は黄色い笹巻きを食べ、北省内は白い笹巻きを食べるっていうのが大体定番 だったんですけども、より詳細な地図が、できたという次第です。で最上川でなくて最上川のちょっと南だという、はい、
その理由って分かります？まあ、なんか川を隔ててっていうと、なるほど、という感じがするけど、行政区の行政区なの、まあ、行政区でもないのか、カラトリイモも、カラトリイモっていう里芋も、茎の色が赤と青、緑色が合うんですけども、ね、赤と青っていうんですけど、それもちょうど境界が ありまして、笹巻とほぼ同じ位置しているんです。で、ということは人ですか？人だと思いますね。で、南庄内は黄色で、笹巻は黄色で、カラトリは紫色なんです、赤なんですけども、北庄内は、笹巻は白で、カラトリは青色なんです。で、まあ、文化圏がこう綺麗な境界があると言ってもいいのかもしれません。それは川とは必ずしも最上川とは一致していない、いない、しない、はい、そうなんです。だから川の物理的な障壁ではないということです。で、あとですね、黒蜜で食べるっていうのはですね、鶴岡市内では定番なんですけども、これが意外や意外ですね。鶴岡でも厚みとか朝日とか中山間地の方になると、砂糖ときな粉で食べます。黒砂糖はどちらかというと街中の食べ方ですね。で、北庄内は黒蜜では食べなくて、黒砂糖か白砂糖プラスきな粉ですというのが定番です。で、きな粉の色は庄内全域が緑色、同じですでした。あとですね、笹の葉をいつ取りに行くのかっていう、時期を聞いたんですけども、ここも面白い綺麗な分布が出てきました。北庄内の人たちは、土曜よりも早く、葉っぱを取り終わるんですね。だから若い葉っぱのうちに取ってしまうっていうのが一般的な取り方なんですけども、鶴岡の人は土曜よりも早く取る人もいるんですけども、遅く取る人が半分ぐらい、半分以上いました。つまり葉っぱが十分にこう充実して、もうやや硬くなってから取るっていうのが鶴岡の葉っぱの取り方でした。これは何でかなというのを私なりに考え、間違ってるかもしれませんけれども、考えてみると、鶴岡の方はアクで煮るときに、あんまり葉っぱが柔らかすぎると溶けてしまうという問題が、葉っぱが溶けてしまうという問題が あるのが一つあるのかなと思います。あと、その北庄内の人たちにとって、やっぱり笹巻きは笹の香りを重視したいっていうニーズが多分あるんだと思います。で、若い時の方が香りいい、笹のいい香りがするので、そういう香り高い時に葉っぱを取って、すぐに煮て食べるっていうのがですね、ニーズとして多分あるんだろうなと思います。鶴岡の場合は、前の年に取った葉っぱを1年寝かせて、翌年 に使うっていうケースが非常に多いです。まあ、そういう違いが見えてきたっていうのがあります。はい、そういうようなことが脈々と受け継がれている、まあね、若干まあ変わったところがあるのか、まあ、こう混ざり合うところはあるのかもしれないですけど、受け継がれているところが、まあ、食文化の、まあ継承ということだと思いますけど、まあ、いずれもですね、僕は北庄内も南庄内もそのお父さんやお母さんの思い出と一緒に伝わっているっていうのが印象的でした。全ての感想にそういう家族で食べた楽しい思い出が、セットになっているっていうのが多かったにありました。雄一郎さん、何か分かりました？なんか熱心に調べてるなと。こういう話を聞くとやめられなくなる、止まらなくなる。一つ聞きたいのは、最上川の流路は変わってないんですか？赤川は変わりましたけども、最上川は基本的に変わってないんじゃないかと思います。川はね、
江戸時代ぐらいから昭和時代ぐらいにかけてもう日本中いろんな川が流路がものすごく変わってるんですよね。だから最上川のその河口付近がね、うん、あの結構氾濫を起こすので赤川という新しいその河口付近でまず手前で流すというようなことをやったので、うん、やったあの歴史があると思いますので、あの辺りはやっぱりその人が結構こう入れ替わっていたとか動いていたのかもしれないですよね。そうですね、あの赤川はもう暴れ川で、江戸時代はもう本当に鶴岡川はあのしょっちゅう氾濫して、あの鶴岡城の近くの伊勢横内とかあの辺も水浸しになったとか古文書に出てくるんですけども、あのそういう氾濫がしょっちゅう起きてました。だからあの谷地ですね、あの湿地帯とあとその砂利罠ができたりしてですね、 水持ちが悪いザルデンと言われるような田んぼができたり、だから鶴岡川 の水田状況は非常に悪かったと思います。あの一方酒田の方はですね、取水もあの最上川からの取水は非常に容易で、もう最上川が運んでくる黒土がですね、深さ1メートルぐらい積もってるんですよ。だからものすごくあの豊かなあのお米が取れた土地柄でした、まあ、そういう違いがあります。だから鶴岡の人たちは非常にこう苦労しながらその適地適作、自分の畑や田んぼに何どういう品種やどういう作物を植えたらそのなんとか生きていけるだろうかという、その苦心された 後がその今残っている在来作物のにつながっているような気がしています。なるほど、なるほど。なんかその辺のあたりのことをもっとこう詳しく調べてみると面白いかもしれませんね。はい、ありがとうございます。あつこさん忘れてませんよ。伝統の話しましたっけ？しましたね。で、みんな終わりましたっけ？あまりになんかこれに夢中になって忘れてしまいましたけど、それが終わってから笹の上の話に行ったんですね。ということは現代、過去、未来の現代、過去まではだいたい決着がついたということでありまして、未来の話をしたいと思います。ここまでのところで、何かご質問があるかもしれませんが、時間の関係上未来の話を聞いてからに、していただけるとありがたいと思います。それでは未来の話なんですけど、どなたからいきましょう。これ陽一郎さんのちょっと例のプロジェクトのお話をここで紹介していただけますか。その平先生が言う例っていうのは多分いや実はですね、私昔からこういうことをやってみたいと思ってる、そういうあの、まあ、プロジェクトというのか何ていうか夢というのか何だろうな、妄想が一番的と、妄想がありまして、それは何かというと鶴岡だったら鶴岡でね、今あの赤川の話が出ましたけれども、その江戸時代の初期なら江戸時代の初期というふうに時間を設定して、でその時代にそこにあった作物をみんなで植えて、そこにあったような料理法で料理をするレストランを併設して、でみんな9時5時で働いてくれと、あの農薬ダメ、化学肥料もダメ、当時の道具と知恵と物を使って、それであのこうその時代の農業の環境を復元してみたいという、そういうあのことを今から30何年前に言ったことがあるんです。でもちろんあの相手にもされませんでした。まあそうでしょうね、こんな相手にする人いないと思うんですが、最近あのそれ面白いじゃないかっていう人がちょっと出てきまして、でこの間思い切って私は自分がいるあのミュージアムのここあの館長コラムっていうのを書く欄があるんですね。であんたどうせ暇だから2週間に1回ぐらいなんかコラム書きなさいよって言われて、それで何書いてもいいのか、だから何書いてもいいっていうから、じゃあどうせ書くんだったらもうあのとんでもないこと書いてやると思って、それでこ の今のようなプロジェクトやりたいっていうふうに書きました。それは平先生が何らかの一冊で拾ってくださって、
でそれを紹介しろと言っておられるというのがその話の前振りです。でまあできたら面白いなと思うのは、まあ、室町時代ぐらいがいいなと思ってるんですね。で室町時代ぐらいだとね、いろいろ文献があるからいろんなこと分かるんですけども、和食だと思ってるものが和食でないものがいっぱい出てくるんです。例えば肉じゃがアウトです、じゃがいもはこの当時ありませんとかね、トマトはないじゃないか、トウモロコシはないじゃないかって、もうないものがいっぱいあるんですよ。でその当時日本にあったに違いないと思うもので組み立てて旬も考えて、そんなレストランでそういう料理を出すような、そういうものを作ってみたら、そういうところに学校の子どもなんかをやれば、キュウリは曲がっててもまあ当たり前か、いちごが12月にないのも当たり前か、今ね12月のクリスマスケーキにいちごいっぱい乗ってるけど、あんなの僕子どもの頃なかったですよ。僕が子どもの頃でさえいちごが5月だったんですよ、私子どもの頃は。そういうようなことを体験を通じて今の子どもたちがへえと思うような、そういう場ができると食育にもなるだろうし、それから親の教育にもなるだろうし、で環境、地球環境とか我々の人がどれだけ環境に負荷をかけてるかということもなんとなく分かるだろうし、まあそういうものができるといいなと、はい、私の妄想をはい、ご紹介いたしました。はい、ここにそのプリントアウトした館長エッセイがあるんですけどね、これ見れますよね、ホームページから。はい、私の富士の国地球環境史ミュージアムというところに行っていただけば、館長のコラムのところが出てきますので、まあ、皆さん探してみてください。で、静岡エデンプロジェクト、これはエデンのそののエデンかなと思いますけど、そうでしょうね、そうだと思いますね、うん、はい、鶴岡おでんプロジェクトと間違った人がいるという冗談までちゃんと書かれておりますので、ぜひご覧ください。で、室町時代は、いろんな文献があるから再現しやすいだろうというので、なかなか面白い取り組みだなと思って、在来作物の研究会を作った時に江頭さんと、単なるそのジーンバンク的なその保存でなくて、やっぱり現地でそれを生きた形で保存できるような、そういう展開になるといいよねっていう話を繰り返しした覚えがありますけど、これは当時のことをまあ可能な範囲で復活させようということで、鶴岡でこれをやろうと思ったら、東谷さん何かできますかね。まあ、ぜひやってください。鶴岡なんとかプロジェクトという名前は東谷さんにつけてください。それをまあ後でつけるとして、何かやれそうなと、まあ、やれる今すぐやれるかどうかはちょっとはっきり言えません。いろいろハードルクリアしなくちゃいけないハードルがいっぱいありますけど、私佐藤先生の方向性にはすごく共鳴いたします。もう生きた標本を展示する博物館っていうのはやっぱりこれから まさにそうあるべきだと私もそう思います。その昔ですね、ずいぶん前なんですけど、戦後間もない頃に今西欣二という生物学者が生物の世界という本を書いたんですよね。でその中に、あれ今西欣二先生もし戦争に行った時に自分が死んだら遺書の代わりにする本として書いたものなんですけども、今までの生物学はその標本を展示するだけの、まあ、標本を分類生物を分類するため、だから死んだ生物を相手にして、ただ生物学であったという、これ自分はそうじゃなくて、そのある生物が何を普段食っていて、どんなふうなライフサイクルを持っていて、どういうふうな生き方をしているのかっていうことを、まあ、調べるような生物学をこれから目指すべきだという、そういうことをその本の中に書いているんです。でまさにその何ていうか、こういう今の私たちの、 その、まあ、祖先たちが生きてきた
生き方っていうのを、まあ、単なる過去の、その形っていうか展示物ではなくて、実際に体験してみるような、体験できるようなその、博物館なりそのプロジェクトができたら面白いだろうなというふうに私も思います。何か具体的に考えてやりますか、はい、そうですね、ここで今やりますなんて言ったら、まあ、約束したことになるから、検討しますとかっていうような そうですね、ような表現にしておきますか。でも面白いと思いますね。良一郎さんのエッセイによると、オンファーム保全というらしいですよ。いいですね、オンファーム保全、なんかちょっと考えてみたいなと思います。さて、それでだいぶ時間が経過してしまいましたので、女性部の皆さん、お待たせしました。夢を語る時間がやってまいりました。それではまた元に戻って敦子さんからお願いしたいと思います。未来、今日皆さん和食店をご覧になられましたか。最後にですね、最後のところにあなたの忘れられない和食を教えてくださいというコーナーがあります。でそこにたくさん付箋が貼ってあるんですけども、昨日ちょっとじっくりそれを見てたら、例えばなんですけど、お弁当に入っていたおばあちゃんの作ったイチジクの甘露煮、イナゴの佃煮、幼少君と母が作ってくれたそうめんのあんかけと茶碗蒸し、お母さんが作ったイカの寿司、お弁当に入っていたたい焼き、おばあちゃん家で食べたお雑煮、近所、昔近所のお裾分けでいただいた塩納豆、結局それぞれのメニューもあるんですけど、私が目に留まったのは、誰かが誰かのために作ったその心に残る料理だなってすごい感じたんですね。それで、実は私この食文協に勤める前に鶴岡市の移住コーディネーターをしていたんですけれども、UI ターンするきっかけになるっていうのが、幼少期のその感覚であったり、おばあちゃん家で食べたものであったり、その郷土食の刷り込みがあるんですけども、その聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚で一番残るのが嗅覚だったり味覚だったりっていうのをちょっと伺っておりまして、あ、それっていわゆる郷土食、いかにその小さいうち、もしくは私みたいにそのふるさとがない移住者でもいいと思うんですよ、ここに来た地域の人たちにいかにその誰かが作るその思い出になる味を、そういう場を作るかってことなんですけども、そのおうち御膳を作った時に、記念の料理教室をしたんです。でその時に実はいらっしゃった方が若い人ではなくて定年したばっかりの60代の方、お母さんたちなんですね。でちょっと聞いたんです。そしたら、皆さんやっぱり働いてる時はお家でご飯を作る暇もないし忙しいと、まあ、おばあちゃんがお家で作ってる3世代同居が多いので、でもおばあちゃんじゃない人は自分がおばあちゃんになった時にその孫に食べさせる料理を、その実は できないから変なんですけど、ちゃんと作ろうと思った時にその料理教室に来たっていうのも参加者が結構少なくはなかったんですね。で私がいつも思うのは、その今その小野さんがサステナブル活動もされてるんですが、その子供に対するその食体験だけじゃなくて、 お年寄りって言ったら変なんですけど、年配の方と子供がいかにこう触れ合って、そのどっちも楽しいじゃないですか。おばあちゃんも喜ぶし子供も喜ぶし、そういった場作りをそのどう未来に対して作っていくかっていうのは、今回この伝統食おうち御膳を作ってきて、私の中でそういう場があればあるほど、きっとみんなの心の中に伝統食なりふるさとの味だったり残っていくんじゃないかなって思いました。はい、そうですね、誰かのために作ってあげるということは、私のために作ってくれたということですよね。それがこう同時に、時間が共有できるような、そういうような、時間がね、機会がいっぱいあるといいという、なるほど、いいお話をありがとうございました。リッツさんどうですか。リッツさんの夢ですね、いろいろ関心事が多いので夢はいっぱいあるんですけども、まあ、ずっと旅行の話をしているので、旅行でまとめさせていただくんですけど、私食べ物語をっていう旅行企画をしているっていう話を冒頭でしましたけども、
他と違う鶴岡の食べ物語というか物語は終わってないんですよね。鶴岡はまだまだ誰かが上書き、ストーリーの上書きをしている。あの昔こういう人がいてこういうことがありましたで終わってないことが多くて、こういうことがあったけど未来につながるようなことをあのクリエイティブに想像しながらやってる地域がすごく多いなと思います。笹巻もそうですよね。笹巻もまだまだこれから未来を感じるようなものですし、何かその終わりましたのストーリーじゃなくて他のところのなんかきっかけ作りを作れるんじゃないかなっていうのが一つあります。あとあの第一次産業で生計出してる方がすごく古くからいたので、やっぱりあのお祭りごと神事ごと神様を自然に感じる体質になってると思うんですよね。なので自然に対してもちろん敬う畏敬の念もありますけど、ちょっと大雨とか災害が来たらあの生活がこう乱れるんじゃないかなとか不幸になるんじゃないかなっていうことで、畏怖の念、畏敬の念と畏怖の念があることで祭り神事ごとも絶やさずにしっかり継続されてるのかなっていうところがあります。旅行でそういったところを伝えてるのが食べ物語っていうところなんですけども、あのこれに参加してくださったお客様、あの鶴岡って山も里も海も砂丘まであります。北前文化の文化も入ってます。江戸からの文化も入ってます。どこか参加している方々が自分元のように感じるところが一箇所あるんですよね。そうすると持ち帰った時に何か自分のところでも何かできるんじゃないかなっていうヒントが一つもらえるかなっていうのがあります。あと温泉があってこれだけ自然が綺麗で食べ物が美味しい、あの人間が本来持ってる体の整え方ができる環境だと思うんですよね。だからここで本当に何かを気づいて何かリフレッシュしてあの帰った時にそこの自分で暮らす地域が豊かになってくれればいいなっていう、そういったところをこう鶴岡は表現していったらいいのかなっていうことで、あの今いろんな方といろんな活動をしながらそういう未来を描いているところです。はい、すごくなんか利他的な話でしたね。あのまあツーリストの目的はその地に行ってやっぱりいい刺激をこう得てリフレッシュして帰っていくっていうのはとっても大切なことだと思うので、もうまさにあの言われる通りかなと思いますけど、なんか逆にその多くのツーリストをこう受け入れて、まあ、ちょっと最近はあの京都とか大阪なんかのオーバーツーリズムで、オーバーツーリズムを日本語に訳したら観光郊外と書いてあるものがあってちょっとギョッとしましたけど、そういうオーバーツーリズムでこう逆にこう撹乱されすぎるような危険性もないとは言えないわけですけど、そのたくさんの人が来てもらって地元としてなんかどういうメリットがあるというふうに実さんは感じてますか、その仕事に携わっていて。ですね、オーバーツーリズムよく言われますけども、さっき言ったように私たちは本当に自然と共存してる、そういう暮らし方をしているっていうことを伝え、まず最初に伝えたりもするんですよね。で、あの妖怪って分かります？昔あの女性の方があのお山に入れなかったり、男性の方でも年取ったらあの合算とか登れなくてっていう時に、今でも多分手を合わせてる人、何か自信があってあの災害がなかった時に合算とか出羽三山の方に向いて手を合わせてるおじいちゃんとかおばあちゃんとかいると思うんですけども、結構あのそういう文化をしてるんですよって言うと、なんか観光客の方合算の方に向けて手を合わせて拝んでくれてるんですよね。なんかそういったところを私たちの暮らしにこう寄り添ってくれてるような旅行者が最近増えてきてたりもするので、まあ、そういった私たちは本当に自然を大事にしてます。これを汚されてしまうとっていうところも伝えるといいのかなと思います。あとお客様がいっぱい来たことに関して、悪いところはないんですが、まだまだここの受け入れ体制が未熟なところもありますので、そこはあの皆さんと競争しながらこれから作っていかなきゃいけない一番の課題かと思います。あの鶴岡の一つの特徴として、まあ、鶴岡だけじゃないけど四季の変化によっていろいろ
手敷きも違うし食材も違うっていうのがあると思うんですけど、そういうなんか季節を違えたリピーターをこうたくさん作ることが僕大切かなと思いますけど、なんかそれに関しては意識されていますか？実はですね、私の作ってる旅行商品の値段を言いますとちょっと高額なんですね。まあ、1泊2日で10万から15万くらいの旅行なんですけども、これ結構リピーターがいまして四季を通じてきてるんですね。鶴岡のその旬の食材、まあ、海外から来てる方たちもいらっしゃるんですけども、もう明確です。桜マス食べたい、カンナラ食べたい、鶴岡の桜みたい、そういった四季を感じて来るお客様がすごく増えてます。で、普通の旅行者の方でさえも、普通の旅行者って言ったら失礼ですけども、日帰りのお客様もリピーターが実は増えてまして、私は裏方の仕事をしているので、大体ガイドさんがご案内するのであまり表には出ないんですけども、たまに出るとあれ同じお客さんっていう形がいます。やっぱり鶴岡の旬を楽しみに来てる方がすごくいるんじゃないかなと思います。そうですか。もう実感としてあるということですね。それはちょっと安心しました。未来に関する話をして、未来ないしは想像に関する話をしていますけど、メンバーの方で何か未来に関して言い残したことがある方はおられますか？はい。遠くから来たんでたくさん喋って帰る。僕が一番食の問題で気になってるのは、この国の自給率の低さなんですよね。で、まあ、数字を見ると30何パーセントですけど、それは化学肥料も輸入してるからそうなってるのであって、多分全部日本で賄えということになると 20% ないような数字だと思うんです。で、もしその何だろう、その日本国内でどちらかといって食料が作れないというんだったら、まあ、しょうがないという面もあるけど、今日本の国っていうのはもう耕作放棄地がいっぱいあって、でそこにイノシシやクマが最近は出てきて、まあ、イノシシかだったらその経済効果いくらって言ってりゃいいけど、クマとなってたらそうはいかないわけですよ。命がある。そういう状況になってきて、この狭い国の中で食料を作ることもままならないような、そんな状況になってきて、それでこれで30年経ったらどうなるか。30年経ったら私多分この世にいないと思いますけど、いたりしてね、いないと思いますけども、今の若い人たちはまだ確実にいるわけですよね。で、そういう人たちが30年後にこの国でどういうふうにして自分たちの食べ物を自分たちの国というか土地で作って、そしてこう生きていくかという、そこのところの設計を、ね、やっぱり本当に真面目に考えないと、これはやっぱり大変なことだというふうに私はつくづく思います。だからかといって最近の大学はだらしないしね、僕もう一つ作りたいのは寺子屋なんですよね。こう食べること生きることをちゃんとみんなで考えるような、そういう寺子屋みたいな学校みたいなものをあちこちで作ったら面白いなと思ってるんですけど、なんかそういうことでもやらないと30年後のこの国は本当に惨めな国になりそうな気がつくづくするので、この中にも若い人いっぱいいらっしゃるけど、勉強なんか適当でいいから、とにかくそのや変な意味じゃないでしょ、ちゃんと自分たちの生活をきちんとして食べることをちゃんと守って、というそういうことができるようなことをぜひ考えてください。我々もそのできる限りの応援をしたいと思いますけども、これからそういうことを考えないと本当にいけないだろうなというふうに未来に向けて思います。はい、はい、ありがとうございます。非常に真剣なというか重たい、コメントもいただきました。もうあんまり食文化が素晴らしい素晴らしいと言って浮かれている場合じゃないというのは、みんな心の中のどこかにはあるんだと、思います。まあ山田犬の学校が中心になって、あとテロワール、食料自給圏構想なんていうのも、やり始めて、
なんとか納豆を、発売するところまで来たわけですけど、高いですね。高いけども、まあ、それがそういうふうにあるべきなんだということで、まあ、継続維持していかないと多分続かないので、そこのところをこれから、鶴岡の地元の人がどんなふうに考えてくださるかということにかかってるかなと思いますし、寺子屋というお話も出ましたけど、思い出すのは倉本壮が作った富良野塾ですよね。あれは自立して自分たちで稼いだ金で勉強して、しわ腰痛、まあ何年か頑張ったんですけども、今はまあ休止状態に入っているというふうなことで、なかなかこう継続するのは難しい、難しいけれども、なんとか継続するということが大切だと思いますし、まあ、食べることをやめるわけにいかないので、その点に関しては、まあ、大丈夫じゃないかなとは思いますけど、まあ、どうあるべきだというようなことは、今後も、皆さんと意見交換しながら、変えるべきところは変えていってということでないかなというふうに思います。だいたい1時間半ぐらい。あ、そうですか。それは失礼しました。受け取って、寺子屋から受け取ってくるかなと思ったんですけど。そうです。大変失礼しました。ちょっと慌てました。まあ、皆さんの意見を聞いてからでもいいんだけど、もう準備してるからね。すいません、お願いします。失礼しました。はい、今の寺子屋から受け取ってくるかなと思ったんですが、はい、今私たちがちょっと初めにお話ししたサスティナ鶴岡というのが、まさにちょっとそれに近いところで、サスティナ学校というで、今日ちょうど午前中サスティナ学校が6月毎月開催してるんですが、6月のサスティナ学校がありまして、今日そのサスティナ学校の先生を務めていただいた五十嵐紀子さんにも会場に来ていただいておりますので、どうしても私は今手を挙げないといけなかったんです。今日五十嵐紀子さんに教えていただいたのは笹巻きです。で、市内 の, 小学校の子どもたちと親子12組のお母さんと子どもたちに、今日は紀子さんを中心に笹巻きの巻き方から教えていただいて、私たちのサスティナ鶴岡っていうのは料理人と生産者が中心となって立ち上げた団体で、毎月そういった伝統料理を教えたり、今お話ありましたけれども、自活力を育むということで、農業体験、生産者と料理人が一緒にやっているので農業体験をしたりとか、そういった形でいろんな活動をやっている団体です。なので、すいません、無理くりねじ込みましたが、創造というところで、私たちが今やっている創造というのは、本当にこの2つの視点でいくと、ミクロとマクロの部分で、本当に今直近でこれからの食文化をつないでいってほしい子どもたちに対して、市内の生産者と料理人が一緒にそういった郷土料理とか、そういったものの伝承っていうことを一生懸命今やっております。で、これがまず一つの視点と、あともう一つ、これは私の仕事のというか、私の方の考え方で、これからやっていきたいことというか、部分に関しては、どっちかっていうとちょっと陽一郎先生の専門分野に重なってくるんですけれども、今ちょっと東北全体で、そのやっぱり食べるって、その地の集積であり、その、気候的な部分ですとかで、ないはないなりにっていうお話があったんですけれども、山形鶴岡だけではなく、その雪国である東北全体の地の集積、あとその生活文化に関わる部分をどのようにつないでいくかっていうことを、東北全体の料理人と一緒に考えて、そこでやはりそこの根底にあるのがやっぱり気候変動でして、気候変動によってその生産物が、在来作物とかそういったことも含めて作られなくなっていく、これから20年30年後にどのようにその料理人が役割を果たすことができるのか、その地の集積
生活文化を社会の中に残していけるのかっていうことを両輪と一緒にやっていきましょうということで、今雪国というくくりの中でちょっと東北でくくってやっていきたいなということで、今いろんなそういった中心となる方々に今お声掛けをしながら考えているところですということで、はい、はい、どうもありがとうございます。私のことを忘れたでしょう。まだしばらく責められることになると思いますけど、大変失礼しました。陽一郎さんはあまりご存じないかもしれないけど、サスティナツローカのメンバーって結構若手の料理人の人も多くて、すごいことだなと思っていますけど、なんかまなみさんが呼びかけて結成したみたいに思われるかもしれないけど、きっかけが違いますよね。どうでしたか。立ち上げのきっかけは鶴岡市内にあります庄内雑魚という料理店の料理人が一番初めこういったことをやりたいんですがやりませんかということでお声掛けをいただいて、そこに賛同した最初6人ぐらいの生産者と料理人からスタートして、現在も今鶴岡市内だけで120人ぐらい、はい、料理人と生産者と、あとサポートしてくださってるメンバーの方と、はい、在籍いただいております。まあ、自発的なそういう動きでとっても素晴らしいことだなと思って感心してる次第ですけど、年金生活者としましては何か協力できることがあれば、やらせていただきたいと、罪の償う、必要があるみたいですので、それでは、大体いいくらいの時間になりましたので、これからの時間は、4時前ぐらいまでをめどに、ちょっと今日集まっていただいた、多数の皆さんの何人ぐらいか、それでも40人超えぐらいになってるんじゃないかなと思いますけど、お話をしてみたいと思いますが、皆さん和食店は今日でなくてもご覧になられました。はい、ありがとうございます。なんか一番印象に残ったのは何かっていうようなことから聞かせてもらうと、陽一郎さんは監修者の一人でもありますので、とっても嬉しく思われるんじゃないかなと思います。マイクを持って行ってもらいますので、どなたか順番に一人ずつ聞いてもいい、時間はあるけどね。はい、館長は一番前の一番これから長い間生きると思われる彼女に、はい、和食店見て何が印象に残りました一番。2回来たんですけど。2回来た、なぜ。1回目はこの展覧会が始まった初日で、うんうん、その座談会というかお話、ギャラリートークを聞いてくれたね。はい、2回目が学校の美術の授業で来て、それもまあ30分ぐらいだったので少ししか見えなかったんですけど。美術の授業で 何をしたんですか。美術の授業で、まあ、見に来たんです。美術の授業で見に来た。はい、なんか、まあ、外に出て毎年1回ぐらい。ああ、そうですか、そうですか。見に来ます。で、それでまだその内容はそこまで読めなかったんですけど、すごいピンポイントになってしまうんですけど、マグロのたたきが、私ずっと、ネギトロがずっとネギとトロだからネギトロだと思ってたんですけど、その骨からネギトロからネギトロってなったっていうのを書いてあって、それがすごい残ってるっていう話です。すいません、そのピンポイントで。はい、で、あと一つ話したいというか質問したいのが、私高校で今そのゼミ活動で特にささまきについてちょっと調べてるんですけど、その一応ゼミの名前が地域活性化ゼミっていうので、郷土料理と地域活性化 その関係というか、どうやったら郷土料理を通してどうやったら地域活性化になるのかなっていうのがちょっとご意見聞きたい。すごい本質的な質問をありがとうございます。これは我々としては答えないといけないですけど、誰からいきますか。陽一郎さんからでいいですか。はい、はい、鋭いね。2つあると思ってます。で、1つは今日本の地域はもう本当に人口が減っていて、
で、あの東京にいる人はあれが日本だと思ってるけども、東京行ったら分かるじゃないですか。東京って極めて特殊なところで、それ以外のところはもうみんなすごくもう人がいなくなってる、物がなくなってる、大変な状況になってるわけですね。で、その郷土料理を守るってのはどういうことかというと、その中でさっきの平さんの言葉を借りると、そこにいる人が人とつながって、その社会そのものをなんとかその、まあ、持たせるというか、こう持続させるというか、もうそのことそのものなんだろうと僕は思います。だから郷土料理を守っているということは、その地域を守っているということ、単にあの料理、テーブルの上の料理だけではなくて、それを作った人、人と人との関係、生産者とあの料理を作った人の関係、そういう人と人の人との関係を守るのは郷土料理だと思います。もう一つは、まあインバウンドの話で、よその人がたくさん日本に来ていて、でどこに行ったって同じものしかなければ、別にね、どこへわざわざ将来来てもらう必要はないわけですよ。ここに行かないと絶対にないものというのはやっぱりあるということは、その土地にとってはものすごい強みだと思います。だからそんな、あの笹巻なんかもそうですし、僕は静岡でよく言ってるのは富士山を使えると。富士山目の前にテーブルを置いてそこで食事できるなんて、こんなもの京都の人は、東京の人は逆立ちしたって絶対できないんです。あれはそこの人しかできない。だからそういう意味で、その、あの郷土のというか、その地域の食、食べ物、そういうものを守るっていうのは、その土地にいろんな人に来てもらって、でその土地を知ってもらうという、まあまあ交流人口っていうんですか、そういう言葉。だからそういう意味でこう、あの、まあ、はい、まあ、地域を支えるという、そういう効果が あるのは食だと思います。とにかく今この世の中に80億人の人がいるけども、80億人の人全員が絶対に関係してるのは食べる、こればっかりは絶対関係してる。そういうふうに考えると、あの、はい、伝統食、伝統料理を守るということの意味はものすごく大きいと、私はそんなふうに思います。はい、どうもありがとうございます。え、今の答えでよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、他にありませんか。この際その、ゼミ活動の活性化に向けてよく聞いといた方がいいかもしれません。またあの一周してきてもいいから考えておいてください、2つ目を。はい、その他ちょっと軽くなんか目配せ、並びに挙手をいただけるとありがたいんですけど。そうですか、僕が見えてないだけですかね。ちょっとそのガラス窓が反射しましてですね、上の方何か、はい、お願いします。これ反射して見えないんですよ、本当に。女性ですよね。はい、お願いします。女性です。一応、はい、今日は興味深いお話ありがとうございます。もう本当に地元のこともっと勉強しなきゃなと思いました。先ほどの笹巻のお話で2つほどちょっと伺いたいことあります。1つはよく北庄内南庄内って天気予報とかでもね、アナウンサーおっしゃってますけど、すいません、わからないんです、自分がどっちなのか。今くしゅりに住んでますけど、ね、北庄内南庄内っていう括りでよく天気予報とか言われても、じゃあ実際どうなんだろうっていうところが一つ。あと先ほどあの笹巻のあの実験のこんなちっちゃいの見せていただいて、とても分かりやすかったんですけど、本当に笹から多分その色が出てるとけど、だとしたらもっと佐賀田の方の白い笹巻も黄色くなっていいのかなっていうところと、じゃあどうしてこっちの南庄内ですか、あんなにあのトゥルントゥルンになるのか、そこが一番不思議なんです。いつもちっちゃい頃からトゥルントゥルンしか食べてないので、よく佐賀田とか庄内町の人と話すると、お互いがお互いのものを腐ってたって思って捨てたっていう話よく聞くんですよ。私も酒田の方の、 あの白っぽい端っこだけ黄色いなんて絶対これはもうカビてるって思いましたし、お互いが本当にこの狭い地域であるし、や
っぱりそこにはアクの成分が何かあるのかなって思うんですけども、その利点を教えていただきたいです。鶴岡さらに坂田にならないようなコメントをお願いします。くし引きは南庄内か北庄内か、もちろん南庄内になると思います。笹巻きの色も黄色で、カラトリも赤赤く黄色で、まさに南側にあります。であと色、なぜそのプルンプルンになるのか、で坂田の笹巻きがなぜ黄色くならないのかっていうのは、これはアク、アクです。木灰由来のアルカリ性、あるいはその重曹由来のアルカリ性、どちらもそのこのアルカリ性っていうのが植物 の、 細胞膜を溶かす働きがあります。それで煮るとですね、坂田の方はお湯で煮ますのでアルカリでないんですね。なので、細胞膜は壊れないんですけども、このいや南庄内の方はアルカリなんです。具体的に言うと水酸化カリウムだったり水酸化カルシ ナトリウムだったり、あと重曹だから炭酸水素ナトリウムのようなものが入っていたり、そういういろんなものが、水に溶けるとアルカリ性を示します。強いアルカリ性を示します。でそれが細胞膜を溶かして、中から笹の葉の、養分というか、溶液が出てくるんですよね。その中にそのさっき言ったフラボノイドのような色素が含まれていて、それが流れ出てくるということになります。であとそのお米がプルンプルンになるのは、透明ゼリー状になるのは、これも、アルカリ性の反応で、でんぷんがアルカリ反応で、溶けるというのかな、ちょっと、そうですね、具体的なメカニズム、僕ちょっと説明がつかないんですけども、普通の水で煮るときとは違う反応になります。でどういうふうになるのかな、アルファ単にその、普通のお米はですね、もち米はですね、アミロペクチンというのはアミメ構造を持ってて、それがですね煮るとアルファ化するとほぐれてで普通に食べられるように、ね、お餅とか食べられるようになるんですけども、それとまたもう一つアルカリ性が入ると多分もっとですねそれがズタズタに切れるんだと思います。それで透明感のあるそのよりこうゼリー質のようなものがになるんだろうと思います。私その植物物性の研究はやってないので、ちょっと説明が間違ってるとだから難しくなってきましたけど、はい、アルカリで処理する目的っていうのはやっぱりその保存性を高めるっていうことだと考えて、そうですね、大元はやっぱり保存性を高めることが原理だったと思います。こういうその植物の葉っぱで、お米を包んで煮て食べる、もち米を包んで煮て食べるっていうのは中国大陸の、揚子江流域照葉樹林文化帯の食べ物だというふうに聞いています。でこれはあったかいところの食べ物なのでやっぱ物が腐りやすいんですけども、そうやって、抗菌作用のある葉っぱ、笹の葉もそうなんですけども、葉っぱで包んで、さらにそのアルカリで煮てやるとですね、葉っぱの中は完全無菌包装になります。もうあらゆるバクテリアとか細菌は、カビの類は死滅してしまいますので、中が本当にもう無菌状態になって、そのおかげで、長期保存が可能になるということになります。だから上手な人が包むと外界のその菌を完全にシャットアウトできるので、
本当に2週間とかですね、煮てから、日持ちすることがあります、はい、南庄内では保存笹巻きの保存性を高める必要があったけど北庄内ではなかった。これは由来の問題だと思います。まあ、一般的に笹巻きは普通にお湯で煮るのが当たり前というか普通なんですけども、その木灰で煮るような食べ方っていうのはおそらくその、日本で言えば九州の南部で、いや今僕が言ったこととさっきその江頭さんが言ったその最上川の北と南でその米のその出来具合がということと無関係でもないのかなとちょっと思ったという。 そこがですね、保存性を期待して、南庄内の人たちがだけがその木灰でいる食べ方をするっていうわけじゃなくて、まあ、たまたま入ってきたルーツが南庄内だったり中国大陸の 南部由来なのかもしれないんですけども、その食べ方がたまたま南庄内に入ってきて食べてみるとその味に慣れ親しんだというか美味しいという感覚が生まれて、おそらくそれで南庄内に定着したんだろうと思うんですけども、北庄内の人たちはもともとあったっていうか一般的な笹巻きの食べ方をされてきた、うんだろうと思います。なるほど。はい。その他何か。はい、お願いします。私も笹巻きに。今日は笹巻きで近づいてきたな。ね、アンケートした一人なんです。ありがとうございます。それで私は笹巻きは小さい頃から季節によって節分とか旬の行事によって作ったんです。だからその私の家ではそうだったんです。それで私たち6月に作ったもんですから、旬がお雛様の4月なんです。そして1ヶ月遅れに子供の日の6月なんです。すると梅雨だもんですから、やっぱり持たせなきゃならないので、アクで煮るのがきついアクで煮ると透明になりますけども、柔らかい肺が弱いのがそんなにきつくはならないと思いますけど、ツルンツルンプルンプルンなのはきついアクだと思います。それで溶けるんじゃないかなと思います。溶けますので、はい、季節によってそういう保存性を与える必要があったというのは説得力があると私は思いますけど、そうですね、はい、もともとはその旧暦の、節句の頃なので、今で旬暦でいうと6月入ってから梅雨時に食べる食べ物だったんだと思います。新暦になってからは、まあ、1ヶ月早まって今の5月5日の節句になっちゃったんですけども、だからちょうどその梅雨に入った頃のっていうのはいろんなものが腐りやすくなったり、まあ、体調するので体調を壊しやすくなったりするので、だからまあ防腐効果を期待してそういう食文化が生まれたんだと思うんですけども、庄内の中で、その南庄内の人たちだけがその木灰を使う食べ方を始めたっていうのはおそらく由来の問題だろうと思います。もう一つ聞き上げですけど、私今年になってはイノシシさんのすごく被害が大きかったんです。イノシシが出てきてタケノコを育ててるんですけども、タケノコがイノシシに食べられてほとんど収穫がないんです。でもそういう準備私も年が年なのでだんだん掘ることができなくなりますけれども、そういうの危機でして、本当に猿、イノシシ、いろんな熊、そういうのが出てきて
前はそんなことなかったんですけども、山が荒れているためとか、それから食べ物がなくなった状態で、本当に来る人がいなくなって、そうだんだんそういう動物たちの下に降りてきたのか、それはよく分かりませんけども、すごく被害が大きいんですね。それもやっぱり市では対策をしていますけども、なかなか見つけません。そういう状態で食料の、栽培するのも、本当に伝統的なものをやろうと思うと大変です。はい、野生動物のね、鳥獣害に関してはもう 全国レベルの問題になってて、松岡でもいろんな取り組みをやってるんですけど、なかなかこう決め手がないっていう状況かと思います。またそれは、食文化と関わりがないかというと大いにあるので、そのうちまたどっかで、話題にできればと思います。何か他に、はい、お願いします。ちょっとその和食店を見て一番印象に残ったことも教えてくださいね。和食店見て、大根の在来種の、いろんなのがあったのが一番印象に残っていたんですけれども、私は無農薬で大豆を育てて、それで味噌とか作ってるんですけれども、最近思うのは、今までずっとこう、家庭菜園してて、種を買ってくる、F1 種を買ってきたりとか、苗をその買ってきて育てるみたいなことをしてきたわけですけど、これからはなんか人参とか大根でも自分で種を取って、それで翌年その種で育てるみたいなことをこれからはしていきたいな。大豆は割とこう簡単っていうかね、枝豆で食べないでそのまましていけば、いいやつ選んで種にすればいいぐらいなんですけど、これからはなんか人参も大根もなんかそういう葉物とかもなんかやってみたいなっていうふうに思ってるんですけど、そういうその自家採取してこう野菜を作っていく、こうそういうのをこう広めるっていうか、こうつながっていく上でどういうことを気をつけるとか心がけていけばいいのかなって感じです。これもまた難しい。いらっしゃるさん、手短に要点をお願いします。これは自家採集の方法論は、喋ると1時間以上かかるので、なかなか手短には難しいんですけれども、作物の中には、違う個体の株がかからなくちゃいけない作物、例えば大根とか株とか小松菜とか白菜のように、違う個体の株がかからなくちゃいけない作物と、大豆とかお米のように自分の花粉が自分のメシベについても正常な種ができる作物があります。これ自食性と多食性というふうに言うんですけども、その性質をまず最初に認識しておいていただくと、多食性の作物ってもういろんな作物と交配しやすいんですよね。近くに似たような、種類の野菜が花が咲いてるとみんな交雑しちゃって、翌年確かに株の種取ったはずなのにチンゲン菜のようなものができてしまうというようなことも往々にしてあったりするので、その交雑をしないような工夫をしなくても考えるっていうのがまず必要ですけれども、あとはその親、どの親から種を取るかっていうですね、この、選抜基準を自分なりの選抜基準を持っておくっていうことが大事だと思います。そのためには、どういう、例えば人参から種を取るんであれば、どういう自家採取するといろんな形の人参ができてくるんですけども、そのいろんな形の人参の中から どういう人参が理想的な形なのかっていうイメージを自分の中に作っておくことが、理想的なその親をですね、選ぶポイントになるので、
そういう選抜眼を持つ必要があります。でただその多色性の中にもですね、ちょっとだけ違うものを混ぜないと、あんまり近親交配がきついとまた生命力がなくなってしまうという、まあ、生物種本来のまあそういう性質もあったりするので、いろいろ自家採集にはコツがいくつかありますので、なかなか短時間にここで説明するのはなかなか難しいんですけども、種屋さんというか自家採集する人は本当に広いところで作ってるんでしょうけど、まあ家庭菜園レベルでする分であっても、自分でこう何て言うんですかね、種を取って緑徳し植えるときに、まあ、形が多少崩れているのかどうかっていうことは別にして、まあ厳密でなくても家庭菜園でもそれはやろうと思えばできるっていう考えで。はい、ちょっとだけ付け加えると、自家採取をして次の代まくといろんなものが出てくると。で、一つはそれを許容できるかどうか、から二つ目はその中で自分がこれだと思うものを、自分の好きなものを選んでいくということ、これに尽きると思います。で、おっしゃるように自家採取って昔の人はみんな自家採取してたんですよね。で、今はもう大きな種子会社がみんなエクランにしてしまって、みんなその種の権利を持ってっちゃってるので、私はこれものすごく危ないことだと思っていて、これはぜひ頑張って自分の手に種を残しておいていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。おかげさまをもちまして時間がやってまいりました。一人だけ未来を語っていないので、少しだけ思い出したことを、語らせていただきたいと思うんですけど、今話、皆さんの話を聞いてて、二十数年前に在来作物研究会を東田さんたちと作って、活動を始めた頃のことを思い出しました。その頃トライアングルからテトラポッドへっていうような文章を書いたことがあるんですけど、トライアングルっていうのは生産者と、生産者と料理人と研究者ですね。で、その3社がトライアングルを組んで、在来作物の保全にかかりましょうっていうようなことでスタートしたんですけど、消費者を忘れてたんですよね。で、やっぱり消費者が真ん中にいてくれて、それぞれとこうつながるようなそういう仕組み作りが大切なんだろうというようなことで20年頑張ってきた、つもりでした。まあ、どれだけのことがやれたかというのはちょっと自分では評価しづらいですけれども、改めてやっぱりそういうことが大切なんだなというふうに思いました。まあ、今日もそういうことで、この中には、生産に携わっている人、研究に携わっている人、料理に、の近くで仕事をしている人、あるいは消費者の立場の方おられると思いますけど、まあ、こういう勉強会的な意見交換会みたいなのを、ちょくちょく開いて、それぞれのそのつながりを広げていくというようなことが多分、食文化創造都市としても大切じゃないかなというふうに、感じました。まあ、和食店といういい機会があったからこういう企画ができましたけど、まあ、定期的にとは言わないまでも、たまにあるいはちょくちょくこういうような集まりが持てればというふうに思います。和食店の閉店まであと1週間ちょっとになっているようですので、もしお知り合いの方でまだ見てないという方がありましたら、ぜひ積極的に進めていただければと思います。現在5000人ちょっとぐらいの人が見てくれたということで、6000人を目指したいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今日は長時間の座談会に付き合っていただきまして、どうもありがとうございました。